斉藤幸夫です。真の幸せな成功法則、成功するエネルギー、今日は8回目です。今日は、スピリチュアルの活用その2、ひらめきです。あなたはひらめいたことありませんか？これ直感だったりとか、これやった方がいいな、これだっていうような、そのひらめきですよね。なんとなくここ行った方がいいかなとか、それもひらめき。そのひらめきに素直に行動してらっしゃいますか？結構そのひらめいたところで、そこに行って人に出会うとか、何かしらメッセージというか、宇宙からのメッセージというものがあります。そもそもこのメンタルエステスクールも、アメリカのシャスタさんっていうところに3回目に行った帰りの飛行機の中でセラピスト養成って出てきたのがきっかけでした。それを気のせいと思ってそのまんまにしたら今の私はありませんよね。みんな人間ってこれって感じてるものはあると思うんです。ただその中で自分で気のせいとか忘れちゃったとかさーっと通り過ぎてしまうものなので、そこになかなかフォーカスしないケースの方が圧倒的に多いと思うんです。でもね、これが結構感じ取って何だろうって思った時に、そこはヒント満載だったりとか、今後の自分の未来に影響するようなことであったりとか、結構そういうことも含まれてることもあります。そのひらめいたこと、直感的にこうって思ったこと、そんなことも成功していくために大事なポイントになっていきます。どうぞそういうことを大事にしてみてくださいね。さあ、今日のポイントはひらめきでした。それではまた。